です。ということで、はい。今日は何なんですか？興奮気味ですね。今日は次のシーズンの息子の飾り付けを作りたいと思います。もうこのチャンネル恒例のコーナーとなってまいりましたけども、はい、俺初参加だけどね、別にそう、初参加なんです。ちなみにね、藤と今までのキラキラは私一人で制作してきたんですけども、聞こえないかな？聞こえないよ。今月というか次の制作物は俺もやろうかなというご意見が聞かれましたので、私いろいろ買い揃えましたんですけども、今月はこちらで作っていこうと思います。よろしくお願いいたします。でかくない？よろしくお願いします。おかしい方が、はい、7月といえば何ですか？七夕ですね。おー、素晴らしい、うん、そうですね、彦星やら織姫がうんちゃらかんちゃみたいなね、そういうやつがあるかと思うんですけども、はい、次はね、七夕をテーマにしようかと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ということでね、七夕ということでしたね。いろいろ買ってみました。はい、こういうのですと、ちょっと開けてみてくんない？いろいろと、はい、こんなのも手入手しましたよ。はい、笹ですね。こんな笹、これはね、なんかアマゾンで買ったんですけど、中型サイズで、こっちは小型サイズで10本セットみたいのを買ってみました。なんかね、南国の貴族が仰ぎそうな感じのサイズ感で、はい、こんな感じの笹なんですけども、どのように設置しようかなというところで、私こちら購入いたしました。はい、なんだそれ。こちらはですね、アイリスさんのメッシュパネル 30×30 という正方形のサイズなんですけども、こちらの方に結束バンドで、笹なんぞをつけていくと、いい感じで固定できるのではないか。それで天井からこう、つら下がれられるとこあるじゃん、教室に。あそこにこう、うまくかけれたらいい感じなんじゃないかなと。高いんじゃない？いうことで、何がですか？吊るす場所が高くない？吊るす場所が高いから、この笹の位置付けが重要となってくる。なるほど。このように位置付けが重要になってくるということなのではないかと推測しております。七夕と言ってもですね、三大何々みたいなのは私ちょっとわからないんですけども、平塚の七夕祭り、仙台の七夕祭りみたいな形でですね、日本全国にはですね、七夕祭りなるものが非常にたくさんあるんですよ。で、私ウェブで検索しましたところ、なんかこんな感じのね、はい、これちょっと透かしで穴が開いてるんですけど、こういうのになんかこう丸っこいのがついてて、こう何ザーってなってるみたいなとこあったりしたんで、なんかそういうのをね、ちょっとインスパイアされた形でいかがかななんて思いました。じゃあで、はい、結構伝統的なというか、七夕フェスティバルってことです。そういうこと。そうで、はい、こんな感じになるんですけど、ここ見ての通りかけられるとこがあってですね、 LED 電球とか入れることもできます、ね、入れれる。なので、まあそういう風にもできますし、まあいろいろまあやりようあんのかななんていう風に。可愛いですよ、コロンとしてて。こういうのにキラキラつけてもいいかなと思ったの、こっち側にね、うん、っていう風な形で買ってみました。めっちゃ早いよ、もう俺作るの。全部扱うか分かんないからね。いや、一回全部作んないと。なんでそんなめんどくさい、もったいないか、やり方すんのよ、マジで分かんない。あとはやっぱりお子が大好きな、この下にキラキラつけようと思ったんですけども、こういう、なんですかね、ホロテープみたいなものが売っておりまして、これはオーロラタイプ、こちらはキラキラタイプなんですけど、はい、そういうものがあったので、こちらもアマゾンの方で購入いたしました。これはね、粘着がついてない感じなので、ヒラヒラさせるのにはもってこいといった形になってるかなと思いますね。ちょっとずつやっぱり種類が違うのはお分かりいただけるかと思います。ヒラヒラしてるのめっちゃ見るもんね。あと私、天の川も再現したいなと思っておりまして、彦星と織姫がなんちゃらかんちゃらするなんかエリア的なね、はいはい、ことなんですけども、どのように天の川を再現しようかということになりまして、天の川結構クリエイティブな発想重要なんじゃない？そうですね、なのでクリエイティブを爆発させてみました。こちらもアマゾンの方で楽じゃなきゃ買ったんですけども、天の川ですごいググったんですけど、天の川って実はいろいろな色でできている。そうでしょうね、はい、きっとなんかこう虹みたいなもんでしょ。なんでしょう、青いネイビーの夜空に白いツンツンツンで表現しようかと思ってググってみたら、全然そんなことなかったんですよ。なのでこの紫のメッシュを変えました。ソフトメッシュを、はい、なるほどね、持ってて、ででね、ちょっとキラキラのラメがついてるバージョンのメッシュも変えました
これはですね、はい、すごく綺麗でラメが入ってて、ちょっと天の川っぽいじゃないですか。これなんかラメ、これで全然天の川だけどな。これとこれ重ねることによって、やっぱり何グラデーションというか、よくググってみてください。これは昼間楽しむ用なんで、夜楽しめるようにしようかなと思って、もちろん電飾を買ってます。まずさ、ちょっと画像を検索してさ、あのイメージをつかんでいただくっていうところから始めた。私だいぶわかるけどね。いや、あなたはまだ何も天の川のこと分かってないよ。まだ彦星と織姫の感情のことまだ分かってない。なるほど、うん、リングを天敵の天井のとこにかければいいだけなので、設置と取り外しが楽である必要性を私は感じるんですよ。確かに。こういう感じで止めて、こういう形。今机の上乗ってます、うん、ちょっとね、お行儀悪いですけども。なるほど、ね、っていう形で、このね、あのここのところか、この間のところに電飾を通すことにより、天の川のキラキラを再現したいんですよ、はいはい、もうなんかあれじゃ んまだこの世界はじゃん、君の名はんじゃん、もうこの全然前世ってこと。こんな感じで、あ、見えるわ、すごい。なんかいいですね、まずいい、ちょ、犬ダッシュしてる。あー、もうあれビションブリッツ入ってるね。いや、見えるけど別に下から見てたよ。今ちょっと息子の気持ちでやってる。うん、まあこっちの方がいいかも。紫をちょっとこっちに出すのがいいかも。外に出すんでしょ。そうそうそう、いい具合のバランスで。あー、いいよ。いや、今ね、よかったよ。ほど、うん、それよかった。それいい、それじゃあこれで結んでみよう。で、切ってみます。おお、どう、クリスマス感半端ないけど、実質意外と明るかったね。こいつもうちょっとほぐしたいと思う、所存。あ、そう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 、いいよそれだ、はい、来た。これちょっとさ、下から撮ってみて。はい、自分が寝てる感じだよ、自分寝てる雰囲気だよ。じゃあ行くよ。うん、うん、当日飾るまで安品を用意して最後バランスを取るっていうのも手かもしれないです。いかがでしょうか先生。いいでしょう。はい、いいでしょう。ありがとうございます。じゃあ天のが完成ということで、はい、よろしいでしょうか。非常に綺麗な生地なんですよ、このラメラメがね、うん、で、なんだろうな、ラメがついてるやつだと落ちてくるみたいな口コミがあったので、このホロみたいなタイプにしたんだよね。はい、ということで、じゃあまずは天の川が完成いたしまして、じゃあ次はですね、私思ったんですけども、こちらをやったことも、まあ、そこの格子状のところに笹をつけて天井のこうかけるっていう作業をやっていきたいと思います。ここをうまく引っ掛けられると思うんですよ、これにね。うん、うまく引っ掛けられると思うので、あんまり上が長いとあのかけるときに邪魔になると思うんですよね。結束バンドで止めてったらいかがかなと思ったんです、うん、で、結束バンド買ったらちょっと間違えて極太を。おい、不定よ極太で、いや、知らないですよ、アマゾンの一番の売り上げみたいなやつで、これ来たんです。配管とか止めるやつや。なので、これをなんかバランスよく止めていただいて、でも柔らかいので止めいいと思いますけどね。あの、映るようにやってもらっていいですか。ちょっと俺何年目、もう YouTube やってない。何年目なの、何年目なの、怖い怖い怖い、本当に加減してちょうだい。 YouTube 黄金世代の時にやってた人がちょっとそれじゃ困っちゃうのよ。やめるとね、もう忘れんのよ、もう。そうね。で、なんかこれでいい具合にこうバランス取って、あといくつかあるので、ジョージ君にはその係をやってもらうのがいいのかなと思いまして、で、私もうちょっと細かいところをやっていこうと思うんですけど、さっき言った通り全国にね、この七夕祭りなるものが非常にたくさんあったんですけどね、あのこれの下になんかこう、何、入学式の時の紙花あるじゃないですか、あれのちっちゃいバージョンを作ってつけて、下にこのキラキラをつけたいので、そのちっちゃいね、紙花を作っていこうと思います。紙花ご存知で、なんでそれ、なんですか、紙花、なんか入学式おめでとうみたいな感じでよく貼ってある、こういうサワサワの花があるじゃないですか。黒板とかに貼ってるやつね。そうです、それの非常にちっちゃいものをここ一周につけてピラピラをつけようっていう、ただそれだけの話なんですけども、基本的にね、あのこの下にこのようにつけたいんですよ、うん、なので、まあ入って4つかなというとこなんですけど、どの色にするか、まずジョージ君に選んでもらおうかなと思います。
いや男だからさ、やっぱ青、黄色、紫は良くないよ、それ多様性で、多様性で、多様性で。いや、男なことは変わらないいや、でもなんかこういう方が華やかさで、なんか祭り感出ますけど。あ、だからピンク、オレンジ、うん、ピンク、緑、青。ピンク2色あります。あ、まあ、明るいピンクでしょ。明るいピンク、薄いピンク、オレンジ、オレンジ、緑、青。緑、青は紫っぽくなくて、水色の方ですか。水色で、あと並び順は好きに後で決めていけ。じゃあこの4つね、うん、だから男子だから青とかそういう時代じゃないから、ちょっと発言気をつけないと燃えるよ。確かに、ほんとにうるせえ時代になったぞ。そう、うるさい時代なんだから、そういうとこ気をつけないと燃えちゃうんだからね。で、なんかまあ同系色がわりかし合うのかななんて思ったんですけど、これね、これも Amazon で買った紙のやつで20色だったかな、結構なカラーが入ってるんですよ。で、2色ずつぐらいつけていこうかなと思うので、あの、久しぶりに紙花作るので上手に作れるかしら。紙花は作ったことはないんじゃない。はい、わかりました。で、これだと非常に大きいので、これをむしろ幅は4分の1ぐらいでもいいかもしれないです。これをハサミでね、切っていきたいと思います。無造作に設置するか、笹を。まずじゃあ私は紙花の設置をしていくので、開くところはね、お手伝いしていただけたらなと思います。これじゃちょっとまだ質素かな。うん、質素。ここのところの連結がすごく見えるのがちょっと気になります。白がこんぐらいのサイズ感になりました。非常にちっちゃいメモ帳サイズ。蛇腹に折ってく。真ん中をね、こうポチーで止めるんですよ。こんな感じ、名探偵コナンって感じにしといて、これをただただやっていくだけなんですけど。綺麗ね。懐かしいな、そういうのね。マジ卒業名当時ね。おめでとう、おめでとう、忘れないでね。そんな曲ないんだろ。あるから。共に過ごした日々をいつまでも。え、これまさか全員知ってる？その曲。素晴らしい時はやがて去りゆき。え、マジで知らないんだけど、その曲。今は名残を。歌ったことない、そんなの。惜しみながらみたいな曲。ちなみに言うと、この曲の題名は忘れました。忘れたんだよ。まあでもあれは知ってるよ、旅立ちの日にとか歌ってよ。ああいうの歌ってよ。白い光の中に山並みは燃えてとかは知っている。さすがに遥かな空の果てまでも君は飛び立つ。心が読もうか、愛しさにな、ねえなあなあ。シュナやったね。シュナやった、うん、あ、これあれじゃない。テンテレレレレン、テンテレレレレン。ジス、ジス。ほら、テテテテテンテテテンテンテン。なんだそれ。え、ちょっと TikTok 見てないの。何やってんの毎日。かわいい、ほらちょうどいいサイズじゃない、これ。かわいいサイズ、これちょうどぴったりじゃない。ここにつけます。かわいい。これを作ってきます。何個かできました。最初に考えた人面白いこと考えるよね。こんなさ、薄いまず紙をさ、なんかやって折ってめくってみようっていうのが、ね、マジですごい。不思議。クリエイティブ。うん、クリエイティブ。お前だとやっぱりちょっと質素な花になっちゃうね。あまりにも祭りとかあんま行かなかったからね。何してたの？何してたんだろうね。ゲームもやんないし。何してんのマジで。シンプルに何してんの？何してたの？気になる。みんな、ま、さ、なんだっけ、スマブラとかさ、超やってるじゃん。うん。でどこのさ、今も大人になってもみんな男だけで集まるとそれやるんだけどさ、うん、俺だけできないわけよ。マジで何してたお前って、ね、言われた。なんかタイムスリップとかしてたん
なんかどっか行っちゃってたとかじゃなくて興味がなかったんだよ。でもさ、その間に何か同じ時間何かを知らしてるってことでしょ。漫画読んでた。漫画か本読んでた。何読んでた、うん、ボボ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 やっぱ、まあ読んだよ、それはさすがに。当たり前でしょ、ボボボ先生はやっぱみんな通る道ですもんね、はい、私、魚雷ガール好きだったよ。好きだった、うん、赤いハイヒール履いてな。私は魚雷だから。魚雷だから。でもだんだんと特技になりつつあるんじゃないですか。掴んできてはいる。神花職人のあれに。これでもう卒業式はお手のもん。入学式と卒業式はさすがじゃないですか。在校生スキル12です。この黄緑で花のターンは終わりということで。花のターンの次は何ですか。ここグルガンでねつけていこうと思います。もう毎回私のこの何飾り物制作過程で必ずグルーガンが出てくるんですけど、今回ももちろんね、あのグルーガンあるのでやっていきます。ちなみにグルーガンはですね、1台目は100均で買ったんですよ。でも100均のやつはですね、結構なんつーのコードが短くてですね、その後 Amazon で買ったんで、なんとうちのグルーガン2台目なんですよ。知ってましたか皆さん、うちのグルーガン2代目なんですよ。レベルアップしてる。そう、ウルガンっていうのが、まあ、動画見ていただいてると思うんです、こちらの、うん、はい、技術とかで使ったの。やりました。これ好きそうじゃん。で、花技は駆けずり回る係ということでね、邪魔しておりますね、母ちゃん。落ち着いたの。なんか騒いでたけど。騒いでた、うん、地震でも来んじゃないかと思っちゃった、うん、ちょっと不安になるようなね、あれだったよね。落ち着いたみたい。よかったです。心無にできて、いいアクティビティ、写経とかと同じような気持ちじゃない。写経なんかひたすらこう向き合う、紙と向き合うみたいな。試しにディスプレイしてみたんですが、ちょっとね、4つは入んなかったんで3つになりましたが、まあこんな形でお花をここにつけて、下にピロピロっていう長いのをねつけていこうかなと思います。そのね、細かい、まずは周りにつける花作りをねしていたんですけども、まあ花はこれでフィニッシュということにねなりますので、こんな形でキラキラの元と、あとは和風なリボンっていうのを買ってみたので、こんなのを切ってつけてみても可愛いんじゃないかなと思います。オーロラのテープをここにつけていきたいと思います。じゃあグルガンつけていきますか。これね、2代目の2代目です。お得意の例のやつで、あ、これいつもあれだよね、マグロとかくるまれてるやつ、こんなんじゃない。え、なんかマグロってさ、黒っぽくなる。うん。覆ってあるよ。そう、だからさ、他の魚って緑の紙であんまりやってないイメージあるんだけど、マグロだけはさ、なんかこういう緑っぽい紙に巻かれてない？あれなんかちょっと遮光の意味があるのかなと思ってたんだけど、もし魚屋さんいたらぜひコメント欲しいんですけど、どうなんでしょうか？どんなコメントの最速やね。いや、なんかさ、聞いたことないわ。私の動画っていろんな職業の人マジでいて、多分魚屋さんもいんのよ。あとはまあ漁師さんの奥さんとか、多分ほんと何でもいいんだよ。なんか分かんないことあったらね、教えてって言うと、大体どんな職業でも、ね、私がすごい好きな海苔屋で働いてましたとかもいたもんね。もう不思議じゃない？そこまで来るとすごいなと思っちゃって。でもそっか、それがくるくるっとなっちゃうのはちょっと予想外でした。しばらくあれだね、置いとけば伸びるかもしれないけど、まあくるっとしてても可愛いけど、ちょっと七夕の飾り感は減っちゃう。それっぽさが。で、私がつけていくんだって。はい、はい、じゃあつけていきます。ここら辺かな、こういうのあたりをちょっと刺してあげる。あ、可愛いかも。どう、ほら可愛くない、うん、ここら辺はね、多少汚くつくと後で上にお花をつくのでいいかなと思います。私昔東海大生だったじゃないですか。だから
ユージにも話しかけてるの。平塚の七夕祭りっていうのがですね、近くてですね、行ったりしてたんですよ。平塚の七夕祭りも結構大きくて有名で、こういうのがすごい伝わって。なるほどね。祭りといえば何を食べるタイプの人間ですか？マジで2回ぐらいしか行ったことない。え、なんか出身なのどこ？バングラデシュとか。どこ？君どこ出身なの？人多い、どこ中よ。人多いの行きたくないんだよね。え、でもさ、親に連れてかれない？連れてかれた記憶は1回ぐらいしかない。多分わかんない、覚えてない。な、マジな、幼少期とか記憶を失ってなくなって、何も覚えてない。記憶を失ってるだけなんじゃないの？そんなもっと連れてってもらってると思うけどね。連れてってもらったのかな。やってると思うよ。多分こういうことを言うと母親が連れてった、私はやったわよって絶対言う。俺がマジで何も覚えてないだけなんだと思う。どこの親もそういう切れ方するから、お母さんってどこんちもあんたはそうやってやってやったけど、こと忘れちゃうから本当に嫌なのよね。ああ、息子なんか持つもんじゃなかったとかでしょ。絶対に。なんて、あれ、あ、俺あれ好きだったわ。もう花びっくりした。あ、なんだっけな、水飴。え、おかみと趣味一緒じゃん。水飴めっちゃ食ってた。あとタコせんべいみたいな、あれうまかった気がするな。他はなんとんぺい焼きみたいなとかさ食べたの。でも、うん、正直言ってめっちゃ祭りの記憶は全然ない、うん、逆にさ、なんか、あの、記憶ある記憶って何持ってんの？バイクめっちゃ乗ってたとか、そういうとこだな。ここは？ここはもうシアトルまで飛んじゃう？いや、高校生の時の記憶はほぼあるよ。あんの？うん、あ、中学校も別にあるよ。あんの？あるある。あんまりでもさ、記憶ないよね。ここ、どこどこさ、ご飯行ったじゃんみたいな話してもさ、なんかムッとした顔してる時記憶多くない？それは絶対に女性の特殊能力、うん、どこでもこれやったよねって覚えてるのは。じゃあさ、何覚えてる？初デートとかは覚えてる、多分。何した？IKEA。 IKEA に行った。 IKEA に行ったよ。江南の IKEA に行った。行ったね、行ったね、うん、ラグ買ったね。ラグ買った、うん、そこまで覚えてない、ちょっとあんまり。マジ？IKEA には行ったことない。何買ったか覚えてないの？それは覚えてない。で、その後さ、なんかでっかいあの U の字のこの、なんだっけなんか家具乗せるやつ。はい、カートね。あれをめ押したっての覚えてない。めちゃくちゃ押したの覚えてない。じゃあその後帰ってきて、うちに来て家具組み立てたっての覚えてないの？ギリ。よく毎日同じ家に帰ってこれんねそのレベルなのよ。それだけ覚えてる。これ女性だか男性だかとか関係ないと思うんだが。関係ない気がする。うん、個人の問題じゃない。でも私の周り記憶失ってる人多いんだよマジで。おかみとかもさ、私さ、中高一緒じゃん。どこどこ行ったよねとか、どこどこでご飯食べたよねとか、あのパリ旅行の時ここ行ったよねとか、あ、床にすごい落ちちゃったっていう話してもさ、全然刺さってない初見ですみたいな顔すんのだけはやめてって。初見ですの顔するわ。思うんだけどさ、俺もするわ。全然記憶共有できなくて悲しいって思う。逆によく覚えてるなっておかみ言ってるもんね、いつも、うん、ねえ、危ないからさ、ちょっと絶対お前焼けちゃうよ。ねえ、焼けちゃう焼けちゃう、花焼けちゃう。花、花ちょっとそこの上のとことかに行ってくるね。花本当に、ね、溶けちゃうから。撫でるばかり。あ、いいね。じゃあ旅行一緒に行った記憶とかある？誰と？私だよ。え、あるよ。ある、うん、覚えてる。熱海行ったんだよとか。あ、そこから、うん、はぁ、あ、はぁ、あ、熱海、熱海に旅行に行ったことあるね。私、うん、台湾も行ったし、ね、台湾行ったね。台湾行った日、初日のカニのご飯屋でなんかバレたねこのエピソードをもはや知ってる人はほぼいない。台湾なら視聴者の人いないだからいいだろうって言った瞬間にバレて、もう振りだったもんな、もはや。なんか海外だからまあまあないっしょみたいなこと言ったら、隣めちゃくちゃオタクのリスナーだったっていうね、男子ね。そうそう、若かった気がする。今元気してるかね、もう私社会人でしょ。彼もツイッターかなんかに書かれた、書かれた。
もうそんなもう0秒でバレるかねってあったね、そんなエピソード。そんなにいっぱい旅行したことないもん。シアトルじゃん。ああ、まあシアトル、うん、それはリサは旅行であるけど俺は旅行ではないから。まあそっか。シアトルのでもやっぱなんだ記憶は本当強烈に覚えてるよ、すべてほとんど。だから古い家の時にさ、犬がさ異常に吠えてきて怖かったとか。クッキーポッキーだよ。ポッキーか。しかもポッキーではないし、うん、私が勝手にポッキーって名前つけた狂犬がいて、でなんか家に住んでてさ入る時にめっちゃ切れるんだよ。そうで、なんかある日なんかジロもジョージもいなくて、危ない話、ジロもジョージもいなくて洗濯物しようと思って地下に行ったら、なぜか地下からポッキー出てきて追い立てられて泣きそうになるっていう。まるでしつけができてない犬だったね、あいつは。最悪だった。本当にしつけはもうゼロ以下だった。ゼロだ。え、可愛くない？ほら見て。すごい。おお、結構いい感じない？本当はね、これライトを灯してもいいかなと思ったんだけど、ライトはあっちで撮ったからなんかキラキラすぎて大変かなと思って。そしたらここに花をつけるんですけど、ここ、それはジョージ君いますか？うん、はい、はい、じゃあジョージ君つけていただいて、こういうことで、そう、綺麗に使ったお花をちょっと見してよ。これジョージ君作ってきました。通称キャベツ。上手。これはすごい上手。カーネーションっぽいよね。どう、この共同作業は非常にさ、あれじゃない、思い出に残るエピソードの一つになったんじゃないすぐ忘れちゃうから。マジでなんか記憶の置いてけぼりなんだよね、いつも。最近なんかハワイの時にお世話になった中国系の友達が東京に来てて、うんうん、その話したもん。ベイビーバスいいよなって言って最強なんだからって言って。可愛いパパたちの話だね。あいつがいてくれたらもう本当になんすぐ寝るからマジ楽ってみんな口を揃えて言う。へえ、そうなんだ。芝居も言ってた、あれは最強って。ベイビーバス、うん、あんな名曲はないって。10本ドーナツ、うん、でもやっぱみんな口揃えて言うのが本当聞きすぎて頭おかしくなるって言ってた。なんかさ口ずさんじゃん。私もよくさトイレでは食べちゃダメ、トイレではっていうさマジでよくわかんない曲が永久に頭リピートされる。そのだって中国の中国系の友達も、うん、ブレインワッシュって言ってたもん。洗脳って言ってた、うん、タブレットを見ると黙るもんね。黙る。なんか泣いてたの。スッとした顔してお前嘘泣きじゃんって思うレベルでさ回復するよね、涙。普通にすごい創作物を作ったんだなっていう気持ちだよ、うん、完成でれーん。そしたらね、上の笹のところが気になってんじゃないかなと思うんですけど、ここはちょっと楽させてください。こちら、はい、Amazon で買いました。これは楽させてくれよ。短冊も入ってるので願い事は最後に書きましょう。良質ででもいいですし、可愛くない？なんかね、キラキラのお飾りは自分でも作れるんだけど、買った方がなんかきらびやかなのが多いかなと思ってそうしたんですよ。これを、はい、なんかなんとなくいいバランスで飾ってっていただいて。かわいい、かわいい、いいじゃん、いいじゃん。うわ、派手だね、七夕って。こう見るとね。でもさ、ほら好きそうじゃん、お子が、そういうひらひらをね。めっちゃ見るもんね。うんうん、やっぱひらひらしててキラキラしてるの好きなの。ちょっとデコトラ感あるな。でもジャパンはって感じじゃない？ジャパンだな。ジャパンのはって感じで可愛くない？こいつがちょっと存在感が超、うん、ね、超でかいな、うん、なんかちょっとこういう千と千尋の神いたよね出てくるやつ。タン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 。完成です。いきます。チャン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 。あら、非常にいいじゃないですか。どうですか皆さん。はい、ひらひらキラキラゆらゆらね。ちょっとこのキラキラでせっかく頑張った七夕のあれが若干隠れてる気はしないでもないが、でもなんかいい、結構なんかごちゃごちゃでごてごてで鮮やかになりました。七夕祭り感出ました、うん、このまま持ってこ、これで入り口からマジでもこのまま持ってこ、めんどいから、めんどすぎる、確かに解体すんの。
そうだね、うん、じゃあこのままいった。分かった、これに、うん、ほらななにクリーニングとかでもらうさ、スーツ用のこういうやつあるじゃん、はい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 、ハンガーにかけるやつ、うん、あれをここにハンガーにここにかけて急にスーツ持って面会来たやつみたいなってやつでこうやって持っていけばいい。 あるなんかそういうやつならあるけど、いいんじゃないですか。あとは天の川でしょ、うん、はい、非常にいいんじゃないでしょうか。完璧完璧でございます。あとはもう飾ってみてだね、うん、ちょっと微調整いるけども最後また結果サムネイルが母は泣いていますおい2回目なの、ふざけんな2回まるで興味を示さない。でももうあのコツつかんだから、あいつが、まあ、こういうのが、ね、笑いそうな、もうあれなんで、はい、ありがとうございます。じゃああとは現場で、はい、現場からお伝え出します、はい。はい、では早速ね、搬入したお飾りの方飾っていきたいと思います。そして短冊ね、これ書いてなかったので現場で書いていきたいと思います。ちょっとした願い、長寿、もうあの屋上でもいい。そうね。どうですか。はい、では完成形、ライトもつけてこのような形になりました。天の川がこのように広がっており、そしてね、こっちの七夕祭りのコーナーとなっております。皆様いかがでしょうか。このようにマリモッコリみたいな顔をしてます。眠いようです。そして泣き出しました。興味がないようです。7月はガーデニアの香り、ナースの方々に大人気の香りをアロマストーン垂らしております。わーすごい、うれいいね。実は天の川の中にあまり見向きもしないのでドーナツを突っ込んでみました。お、さすがにそんなに揺らしたら見るだろう。なんだってそれはなんだって見る。ちょっとベイビーバスに勝ててないな。おダメだ、今は画面なのかもしれない。親はこんなにテンションが高いね。はい、ということで第3弾のお飾りはこのような感じでしたね。ちょっとツンデレなところがあるので、帰った後とかちょっとタブレットに興味がなくなった時にね、よく見ててくれるなんて話をね聞いたりもするんですけど、いかがでしょうかね、うん、七夕というトラディショナルはお子には刺さらなかったようです。はい、では次回はもう少し子供寄りな、より子供寄りなもので興味を引いていきたいと思います。次回も見てくれよな。バイ。